札幌定戦ボールは、かつて、北海道札幌市東区に所在したボーリング場。帝国製屋本社、本工場の跡地に損し、帝国繊維株式会社北海道営業所が運営していた。1887年設立の北海道製屋の工場敷地の跡地にあった。北海道製屋は、その後合併を繰り返し帝国繊維と名を変え、 合成繊維の普及に伴い工場は閉鎖された。そして、工場従業員の再雇用先として跡地に、ボーリング場が建設され、1972年2月29日にオープン。ボーリング場以外にも、収容人員1200人のイベントホールが併設されており、1977から78年にかけてのスーパーアカーブームの際には大々的なショーが催された。 近年は、特にプロレスの興行が頻繁に開催されていた。かつてよりインディーのメッカとして親しまれ、札幌中島体育センター別館閉館後は、新日本などのメジャー団体も興行を打つようになり、プロレスファンからは、北の聖地と呼ばれていた。特に大日本プロレスは、社長のグレートソロクの出身地ということもあって、純フランチャイズに指定していた。一方、 札幌駅資金の遠く角は再開発の対象として以前より取り沙汰されることが多かった。2012年に入り、敷地北側の2階建て駐車場として使われていた約3300平方メートルの敷地を大和ハウス工業が取得し、超高層マンションの建設を決定。2013年3月1日に着工、2015年7月中旬に竣工した。停戦ボールは、 その直前の2015年6月30日をもって、建物の老朽化などの理由で停戦法令を含め、閉館し、ホール最後の祭事は第二本プロレスが行った。跡地は、閉館数年後に複合商業施設となる予定で、ホール内しボーリング場が併設されるかは、未定とされている。なお駐車場部分の土地は、タイムズに対応され、 コインパーキングとして利用されていたが2018年に閉鎖。建物も撤去され2019年4月1日より日本レンタカーが営業所を開業している。計画名は札幌北7等1計画。停戦ボール北側敷地に建設された本、タワーマンションは地上38階、地下2階、高さ124メートルの規模となり、東区では 初の超高層建築物となった RC 作りで倉庫数235個敷地面積3305.46平方メートル駐車場194台自転車置き場235台バイク置き場10台を整備2013年9月上旬より販売を開始し2015年7月中旬の春光後9月上旬より入居開始東側は 北海道熱供給公社、南側は札幌総合卸センター、札幌繊維、卸センター、西側は超高層マンション計画地である北八西、一地区にそれぞれ隣接しており、再開発の盛んな地区となっている。閉館のご挨拶札幌停戦ボール札幌停戦ボール、北側敷地にタワー型マンション、大和ハウスが計画。 産 k ニュース2014.12、1018時19分プロレス。北の聖地が、閉館へ老朽化で、来年6月末まで、札幌市北海道、札幌停戦ホール大会2015年6月30日、第2本プロレス公式 HP ハット、札幌停戦ホール最終工業で、小橋が思い出語る。 トースポウェブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.tokyo-sports.co.jp スラッシュ p r o r e s スラッシュメンズプロワーズ4169432017年5月30日閲覧プロレス北野聖地が閉館へ老朽化で来年6月末まで札幌市 探偵はバーにいるロケ地停戦ボールが6月閉館スタッフブログ北の映像ミュージアム2017年5月30日閲覧評価結果プレミスト札幌ターミナルタワーに関するカテゴリーありがとうございます